平安京大代理における円の松原の一円の松原は平安京大代理の代理西側に存在した実所。現在の京都市上京区泉通り千本西入付近にあたる。円松原比平安京大代理のうちで義州門の外ブラ院クインの北方に広がった空間地である。広さは南北約430メートル、東西約250メートル。 この円の松原は平安系でのみ見られるものである。松原の本来の用途としては、その故障から円の場として用いられたとする説や、南北中心線を挟んで代理と対象位置にあることから代理の建て替え用地とする説が挙げられているが、いずれもその事実を示す記録はなく明らかではない。浄和元年には空海によって松原の南東部に信号院が設けられた。 その後は、日本三大実録、混弱物語集等における忍な三年三月に、松の樹下で女性が鬼に殺されたという説話のほか、大鏡において、藤原道隆が弟、道長との肝試しとして、絵文人からブラックイへ行く途中に、松原から声を聞いて逃げ帰ったという説話が記され、鬼、妖怪の出る不気味な場所と認識されていた。現在まで、 以降の発掘調査は実施されておらず、考古学的な詳細も明らかとなっていない。跡地には、円松原の石碑が建てられているほか、そのそばに説明板が設置されている。代理建て替え用地説で想定される、ハミーの松原に関しては、代理の建て替え用地説が知られる。この説では、円の松原が大代理の南北中心線を挟んで、代理と対称な位置にあることから、 元々は、代理の建て替え用地として用意されていたが、上和元年の信号院建設で、事実上断念されたと推測する。平安戦と以前、平城宮においても代理は一箇所で一定していたが、天皇在所に関しては、後半期に、東区中央区東区と移動があったため、この頃の記憶に基づいて、代理建て替え用地の必要性が起とされたとする説が、挙げられている。 ありがとうございます。